楠木茂雄は、昭和期の流行歌の歌手。本名は、黒田進。1904年、高知県佐川に、父は医師である名門の四男として生まれた。音楽好きの母親の影響で、県立中学時代に音楽家を志し、後継を希望した父の反対を押し切って上京。1924年、東京音楽学校市販課に入学。 本家の声楽部に進み、城ヶ島の雨の作曲家、柳田正に指示した。学生時代は、同級の高木登録らと行動を共にしていたが、1928年、学生運動で拘束などに抗議したメンバーに入っていたため、高木らと共に除籍処分となった。退学となった楠木は、1929年、本名の黒田進で、名古屋にあった、鶴レコードに、 5月オンの吹き込みレコード歌手としての活動を始める。彼のツルレコード時代は、ツルレコード昭和流行歌物語詳細に記されている。同社の専属歌手とならず、コロンビアでの、くれない川掘り、カフェコータなど、30以上のレーベルで、秋田昇、藤村一郎など、50を超える相当数の変名を使いこなして、各社でレコーディングしていたが、1934年に、 作曲家、小賀正夫を重役として迎えて間もない定築の専属になる。この時に、自らの名前が似ていることから、楠木正重に傾倒していた、当時の定築社長、南口茂太郎によって、楠木茂きという芸名が付けられるのであった。1935年には、小賀正夫とのコンビで、白い椿の歌、ハイキングの歌、男の真心、 緑の地平線と大ヒットが続き、一躍大ヒット歌手となる。その後も、女の階級、伸ばせば、伸びる、卓牧の歌、人生劇場とヒットを続けるが、昭和13年、小鎌沙織が定築上総部との対立から退社すると、くの木もビクターに移籍。馬と、兵隊、東京ラグタイムなど、曲には恵まれたが、ヒットに結びつく作品は少なかった。 1939年頃からは、スクリーンにも活躍の場を広げ、特に日活作品に数多く出演。牧野正宏の監督による、ヤジ北道中期では、リックミンネとコンビで、ヤジ、北を演じ、大映画、歌う、タヌキ御殿では、タヌキの国の総理大臣を演じた。定築時代に、同じ会社のヒット歌手、道奴つとの浮き名を流し、 周囲からは二人は結婚するものと噂が高かったが、1942年に、再び、小賀正夫の誘いで、コロンビアに移籍した後に撮影した、歌う、たぬき御殿で共演した、歌手、三原淳子と、翌年の年末に結婚。戦時中ながら、おしどり夫婦の歌手として、工場遺門などに活躍した。第二次世界大戦後、自らの作曲作品、 思い出の喫茶店などをレコーディングする一方で、夫婦揃って出演した、大英映画、春らんまん、たぬき御殿をはじめ、ヘビ姫道中、江ノ島エレジーなどスクリーンにも活躍するが、折から流行していたヒロポンと呼ばれる、覚醒剤の影響で、往年の交際を失っていった。1949年、古巣の定築に移籍し、紅もゆる、地平線、 ハルピン恋しなどのヒットを出し、NHK 紅白歌合戦にも出演している。純子との夫婦揃ってのステージや巡業に活躍していたが、かねてからのヒロポン中毒のため、1953年の湯の香り恋し屋を最後にレコーディングから遠ざかった。さらに、脳一血のため、音程が狂うという歌手にとっての致命的なダメージと、愛妻、純子の肺結核の悪化が重なり、 1956年の春に夫婦揃ってのステージを名古屋で務めた後、二人は二度と生きて会うことはなかった。将来を悲観したクスノキは、宝くじの当選で新築したばかりという東京、新大久保の自宅で、1956年12月14日、女中を映画見物に出かけさせた後、一人物置小屋で首を吊って自殺。52歳没。高木東六。 松平明ら生前に親しかった友人たちは、緑の地平線を合唱して、楠スの,の棺を見送った。故郷、飛騨鉱山で、天地療養していた妻の順子も、後をうう、応用に1959年に38歳で、死去している。妻、三原純子と共に、楠スノキは、確認されているだけで55種の変名を持っていた、ことが知られている。 楠木茂キ名義のレコードが約250枚に対し、変名名義のレコードは800枚近く出された。楠木の変名として挙げられる中でも、小川文夫と松平美さんは松平明も使用しており、松平美さんは楠木・松平以外の歌手も使用した形跡があるという。なお、昭和初期の日本では一人の歌手が複数の変名を持つことは珍しくなく、 例えば、松平明は12種の変名を持っていた。理由として、歌手の需要に供給が追いつかなかったためという推測がある。ありがとうございます。